皆さん、こんばんは。作家でヨガ講師、加古です。今日も見えるかな私、離婚します。妻たちのつぶやき、朗読ライブしていきます。今日,今日の章は第2章を今、朗読していますね、えー。離婚というのを頭がよぎりながら離婚しないでいる人たちのお話です。さあえー、先日読んだ人は、取、ま、材、あ、時は、 離婚していませんでしたけれどもその後ねあの取材終わって本になる前にはあの残念ながらねあの離婚してしまったという人のお話でした。今日の方は心が寄り添ってさえいれば山本美穂さん。 40歳の方の,あのドキュメンタリーです。山本美穂さん、40歳は大学を卒業すると、玩具メーカーに就職し、企画室に配属された。おもちゃ、玩具のプロモーションや企画立案が主な仕事だ。美穂さんは仕事が面白くて夢中になった。美穂さんが就職した会社は大手なので、同期がたくさんいた。 同期でスキーに行ったり温泉に行ったりと仕事以外にも楽しいことがいろいろあった美穂さんは学生時代から付き合っていた彼とは次第に会う回数が減っていった同期の男性とは企画のことでも熱い意見を戦わす仲になっていた男女の中というよりいい仕事仲間であったところが美穂さんのことが心配な学生時代の彼は美穂さんに結婚を申し込んだ えこの人と結婚するのでマーククエスチョンマークがいっぱい頭の中で飛び交いましたそして彼にもっと仕事を精一杯してから結婚のことは考えたいと言いましたミホさんは学生時代の彼とは意識して距離を取ったしかしその分職場の彼とは急速に接近していった 会社が同じで一日中一緒に仕事をしていて、じゃあお疲れって感じで仕事の帰りに食事したりお酒を飲んだりしました。彼とは共通の話題がいっぱいあるので話が尽きないんです。あっという間に終電車になってしまうということがしばしばでした。不思議なものですよね。学生時代の彼に結婚を迫られて、急に今まで友達だった人が精神的に近くに感じられるなんて。 彼と結婚するって決めてからも前の彼に1年くらいグダグダと言われてしまいました美穂さんは27歳で同期の彼と結婚するその後美穂さんはシナリオライターになろうと思って30歳で退職するプロモーションの仕事を通じて知り合いになった監督に弟子入りすることになった夫はいつでも私を支えてくれました 弟子入りした後に子供ができるんですけど私が監督のところに行く時は夜早く帰ってきてくれて子供を見てくれます。映画関係の人たちって深夜でもお構いなしで話をしたりするんですが夫はそれを認めてくれています夫が帰宅してから子供を預けて外出して朝帰ることもありますが文句を言われたことは一度もありません。 お互いずっと一緒,に一緒に仕事を続けてきて同志とか大親友って感じです美穂さんの夫は美穂さんが書いた企画書やシナリオを読みアドバイスもしてくれる良き相談相手でもある美穂さんは結婚して13年になるが一度も離婚を考えたことはない素晴らしいですね 実家の問題をいろいろ抱えていた時も彼はいつも私を支えてくれていました彼がいない人生なんて考えられません彼はほとんど毎日のように深夜の1時2時にタクシーで帰ってきますだから子供が寝てから彼が帰ってくるまでの時間は私の自由な時間ですこの時間に大好きなシナリオを書いていますお互いに好きなことをして暮らしています 子供が小さいので休みや家族揃って出かけるそんな暮らしに満足しています離婚は一度も考えたことのない美穂さんだが夫以外の男性にときめいたことはある3年前美穂さんが企画書の仕事をしていた時のことだある俳優と深夜まで話し込んでしまった彼は美穂さんに始発まで何駅か歩かないかと誘ってきた 美穂さんは運動になるからいいかと軽い気持ちで歩き出した彼は歩き出すとすぐに美穂さんと手をつないできたこの時初めて美穂さんは彼が歩こうと言った意味を理解したそれでどんどん暗い方へ誘い込むんですこりゃまずいって思いましたけど8歳年下の彼を傷つけるのも悪い気がしてもうどうしたらいいか頭の中がぐるぐる回っていました結局最後まではいきませんでした 夫は朝帰りした美穂さんをいつもと同じように出迎えた美穂さんもドキドキしながら平成を装ったでもその次の日から彼が出ている番組を見るとドキドキしたり彼のホームページを見たりお芝居を見に行ったりした結婚してからしばらく忘れていた感情に戸惑いましたその後彼から電話を何度かもらいましたがそれっきり合わずじまいです 心の底であってはいけないって思ったからです。最近こういうの全然ないです。でもこの人いいなって思う気持ちは忘れないようにしようと思っています。夫の気持ちも全然あ夫の浮気も全然気になりません。私にバレなければいいと思っています。人生一度きりなんだからしたいようにすればいいんです。 美穂さんは夫の携帯電話がその辺に置いてあっても見たことはないスキンシップが多い美穂さん夫婦だがこの1年くらいは性生活は一度もない夫はどうしてるのか知りませんが私はだんだんたんになってきていてセックスはしなくてもただ抱きしめられるだけで心身ともに幸福を感じます。 夫とは生涯を共にできる人だと思っています。女性は直接的なセックスより心が寄り添っていれば、 美穂さんのようにスキンシップがあれば満足と感じる人の方が多いのかもしれません。割とね、女性の方があたんぱく、人にもよるでしょうけど、淡んな傾向はあるのかなと思いますね。で、女性は本当にあのちょっと抱きしめ合うだけでも、なんか愛情を確認できたりするんですよね。まあ、これは私もそうですし、私だけじゃなくて、いろんな方から聞いたことによりますと、皆さん 皆さんそんな感じでもそうじゃない人も実はいますからねまあ、それぞれでいいかなって思うんですねうんでこのなんか美穂さんのね気持ちもちょっとわかる気がしますねやっぱりあの女性も男性もときめきたいなって思うんですよねときめきがないと人生つまらないかもしれないですねであの一般人じゃなくてもあの韓流ねペヨンジュさん 冬のソナタの時にペイヨンジュのファンが韓国にいっぱい旅行に行ったと思うんですけど、ペイヨンジュにドキドキしたんですよね。まあ、そういうのもいいかなと思いますね。で、私はあの羽生結弦君のあのファンで、最近はもう全然ね。テレビで見れないので残念なんですけれども、もうね。あのでも追っかけはしてないんですよね。追っかけできる人ってすごいと思いますよね。アメリカまであの羽生くんの練習。 のあの拠点まで追っかけの人たち行っちゃうんだからねお金と時間がなければできない追っかけもねできないですよねだから私はもう全然追っかけをやったことはありません、うん、た,ただ私もあの本を読むのが好きなので本を読んでワクワクしたりドキドキしたり感動したりあの感動を味わってますからまあまあ人生毎日幸せかなっていうふうに思いますね ヨガの哲学の考え方では私たちは本来穏やかで幸せそのものなんですね。な,なのであのヨガの発時山に山の中で樽を知る、ね、今自分の手の中にある幸せに満足するそして感謝をする感謝ができる人は心が豊かな人かなというふうに思います幸福幸は自分で決めるものです。 捉え方次第ね病気で寝てる人だって病気に負けなくて絶対にあの病気を治して元気になるんだってそういう前向きな気持ちでいたらあの不幸じゃないですよね幸せですよはいなのでねあの物事は全部捉え方だと思うんですねそう。 はい、今日の,あのロードクライブいかがだったでしょうか「心が寄り添ってさえいれば」ね。学生時代の彼はあのかわいそうでしたけどやっぱり職場結婚が多いのはあの長い時間ね1日7時間とか8時間とか長い時間一緒にいるし、ね、あの意見も戦わせたりすると自然とあの親しくなっちゃったり。 気心が知れますよねそういう意味ではこの山本美穂さんあの夫は同志であるっていうふうにあの言えるで生涯この人がいないとあのねありえないって思える人と結婚できたということは幸せですね今どうなっているかちょっと私は分かりませんけれどもあのまあ美穂さんも 美人さんなんですよね綺麗な人で今何をねお仕事にしてるんでしょうか。この夫はでもね夜中あの夜出かけていって朝帰りしても文句も言わず子供を見てるっていう本当にあの理解がある人だしお互いに信頼関係で結ばれているんですね信頼は日々の積み重ね。 それはやっぱり約束は守るとか自分が言ったことは必ず実行するとかそういう小さなことの積み重ねであの信頼関係が築かれますよね。 はい、なんか今日はとってもいい話だったかなって思います。あの離婚がテーマだったんですけど、まあ、離婚を一度も考えてないっていうのも、まあ、離婚のテーマに入るかなと思ってあのいいですよね離婚を一度も考えたことがない人、まあ、羨ましいです。<laughs> 私も離婚はしてないんですけど離婚を考えたことはあります。でもね、あの、銀婚式は済みましたので、まあ、なんとかやっております。で、相手のね、あの悪いところばっかり見ないであの、いいところをね、見つけてあげようという見方をしていくとあの、変わるんじゃないでしょうかね。で、相手の悪いところは、実は自分の中にもあって、自分の潜在意識の中に隠しているので、相手がその姿をね、あの 嫌なものを見せてくれてって反面教師だと思えばね。あのいいんじゃないですか。そしてこの美穂さん素晴らしいですね。大体あの離婚の原因になるのが、あの夫の携帯を見たり、夫のカバンを見たり、そして夫のね。あの浮気を発覚しちゃうんですよ。携帯やカバンの中身からね。なので、この美穂さんはもう割り切ってて信頼してるのか割り切ってるのかどちらか分かりませんけど。まあ 割り切ってるんですね別に夫が浮気しても全然構わないってあの公言しているんですからねあすごいですねそこまであの言い切れちゃうっていうのもある意味すごいかもしれないだからあの離婚したくないこの人と一緒にいたいと思ったら疑惑を感じても携帯やカバンの中あの矢探ししない方がいいですよ矢探しすると不幸の 種を見つけてしまうかもしれません。それよりもね、あの楽しいことを見つけていった方があの賢明なんじゃないでしょうか。 それではこれであの終わりにします。作家でヨガ講師過去でした。私,私離婚します妻たちのつぶやき朗読ライブあの終わります、はい。お知らせ1つさせてくださいあの。7月8日、もう今週の土曜日ですね。早いもんでもう上半期終わっちゃったんですよ。あなたの上半期はどうでしたか、えー、と年,年,年頭に立てた目標はどうでしょううまくいってますか うまくいった人はうまくいった、なぜうまくいったかっていうのをちょっとあの検証してみるといいですね。で、そのうまくいったことを続けていけば、さらにうまくいくわけです。で、うまくいかなかった人、何が原因なのかなっていうのをちょっとあの掘り下げて、反省してみるといいですね。で、ただ、がっかりするんじゃなくて、あ、これとこれがあのできてなかったからダメだったのかなとか、あのね。 反省点を見つければいいんですそしてその反省点をじゃあ次の時に下半期にねこれとこれができなかったからうまくいかなかったんだってその原因が分かったらその原因をしっかりあのやっていけばいいんですね。な私は上半期ね、まあまあ、まあ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 完璧ではないけどまあまあ満足いくあの結果ができたなっていうふうに思って ますただ一つねあの執筆の方がなかなかうまくいかずあの家、ー、業って言っていいのかなあのヨガスタジオねあの過去ヨガスタジオという小さなスタジオですけどまあ、やっています10年目を迎えましたまあ、そちらの方にかまけてしまってなかなかね毎日1時間は執筆しようという創作の時間を作ろうというふうに決意してたんですけど。 あの丸抜表を実は私作っていてあの毎日やるルーティーンのことが決まってるんですね。でまあまあ夜が絡みのことはあの結構丸がついておりますが。 えー、執筆の方がなかなか時間が取れなくて本はまあまあ,あの月4冊読もうっていうふうに自分に課していてまあそれはできているんですねでもあの創作執筆の時間が全く取れてない一日1時間は書いていこうって思ってたのに書いてないのでまた創作のせっかくあの掘り起こしてきたのにまた枯渇しそうなのでなんとか下半期はほんのちょっとでも書くというね 書けないときは三枚のエッセイを書くということをまあここで公言しちゃってますから明日明日からというか今日からねちょっと何にも今浮かばないのであのエッセイでも3枚のエッセイでも書いていこうと思います書いてから寝ることにします結構ねあの過去よがスタジオのホームページもあの作ってますし過去のあの一言っていうのはまあまあ 書いてるんですよであとインフォメーションも書いてますしで生徒さんから感想いただいたらあの生徒さんの感想っていうあのページもほあのホームページの中であるので書いてますのでそうなのでねなかなか結構ねでもレッスンは毎日やってますし今日はもうなんと朝の11時から 一本目はなかったので、朝の11時から夕方5時10分まで、お昼休み1時間、午前中のレッスンが11時から12時10分に終わって、えー、13時からちょっと個別のね、あのー、講座を 個人の,あの希望に沿って3時間講座をやりまして、で、4時から5時10分まであの呼吸法と瞑想のレッスンをやりまして、やっとそれでおしまい、今日1日終了。なのでね、そこからあの少し あの、近所を散歩、あの、毎日ウォーキング、本当は1時間なんですけど、今日は20分ぐらいでしょうかね。それでも歩きに行かないよりいいわと思って、近くの公園まで歩きに行きました。だから、本当は1時間なんだけど、20分でもウォーキングしたので、 丸にしようと思ってますけどね、そんなこんなで、あのとにかく執筆、創作の時間はもう上半期ツだらけなのでね、少しはもう書いていかないと、何でも継続して続けて書いていかないと、なんか創作する能力があのだんだんしぼんじゃうんですね。なので、頑張っていこうと思っています。はい、それではまた。 あのチャクラ瞑想話はまた変わっちゃうんですけどチャクラ瞑想はすごくいいのであの7月8日今週の土曜日やりますのであの遠くの方はオンラインであの受講できますのでオンラインで。そして えー、京王線沿線の方、東京都内、または神奈川とか、お近くの方、1時間ぐらいで来られる方は、えー、京王線南大沢、徒歩12分にのところにあります、アットホームの囲いガスタジオに、ぜひ足を運んでください。それではまたお会いしましょう。さようなら。